よし、今回の模擬戦についてルールを確認しておこう。ということだ。勝つぞ、必ず。準備は整ったのじゃな。では至急全軍に通達せよ。これよりエオルゼア都市軍事同盟合同演習を開始する。
あいつ、まさか勝ったのか。じゃあ、もしかして、俺たちの。ああ、我々のイッシュガルドの勝利だ。本当によくやってくれた。君は最高で最強の盟友だ。なんだよこれ、胸の奥が熱い。こんなの初めてだ。頑張ったってどうせ大したことはできないって思ってた。なのにこいつらと剣を振るったら、同じものを目指したらやれるって力が湧いたんだ。俺たちは千年の間こうやって生きてきた。戦いの伝統も立ち上がる強さも竜と戦うためだけのものじゃない。踏み出した先の明日はきっと楽しい。伝わるかな、まだ泣いてる奴らにも。模擬戦であった。負けたのは悔しいが、今はそなたらの健闘を大いに称えよう。お褒めの言葉ありがたく頂戴いたします。うむ、イシュガルドの民は強い。それは固い絆によるものだとこの一戦からでもよく分かった。だからこそ忘れないでほしい。今や我らとてエオルゼアに生きるそなたらの同胞なのじゃ。同盟への復帰改めて歓迎するぞ。それにしてもあの冒険者がイシュガルドの盟友として参戦するとはな。あの者は友として我々の願いに沿うてくれただけのこと。お咎めになるのならどうか私を。咎めたりはせぬ。こちらもそれゆえにラウバーンを出した。実に名勝負であったと言えよう。わらわはただイシュガルドはこうして変わっていくのかと目を見張る思いだったのじゃ。先頃まで門戸を閉ざしていた国とはとても思えぬ。粒子戦争が終焉を迎えればイシュガルドはさらなる争点へと羽ばたくでしょう。今度こそ民自身の力で。そなた、もしや、いや、
変革の道は険しい。わらわは身をもってそれを学んだ。それでも帰国の行く先にどうか生えやらんことを。予想にたがわぬ活躍ぶりだったらしいな。お疲れ。無事に勝ったようで何よりだ。これでイシュガルダに吉報が。ああ、別に大したことはなかったさ。お前が選んだことをとことんやり抜けたならそれで十分だ。まっすぐ進めよ。その行く先を信じたから彼女はお前に真実を託したんだ。